五冠末期、黄巾の乱を端緒に天下は混迷へと向かっていた。困窮した民衆の蜂起によりあらわとなる漢王室の衰退。その最たる要因は帝のそばでうごめく宦官たちの専横である。中でも長城ら十条寺は官室の意向を盾にし権勢を欲しいままにしていた。官室の外戚家臣をはじめとした諸侯はこれを排すべく決起。宦官を駆逐せんと武装して宮中へと踏み込んだ。その中に一人の男の姿があった。呂布、あざなを宝泉、並外れた旅力と九馬の才を持つ異常夫。彼は宦官と対立する義父丁原に伴われ総統に加わっていた。力を示したい呂布にとって宦官の駆逐など辞儀に等しい。だが彼の運命はこの騒乱を機に大きく動き出すことになる。尽力するのだ。さあ出てこい宦官ども、死ぬ雑魚ども。あれに見えるは十条寺の一党、一人たりとも逃すな。打ち倒すのじゃ。雑魚ども、戦は知略でするものぞ。おい知るがよい。兵を呼べ、すぐに奴らを駆逐するのだ。よくやった、褒めて使わせる。死ね雑魚ども。歓喜で来たか。それを無謀というのだ。いい刀なしにもならん。まだだ、まだ暴れ足りんぞ。家臣か、奴を狙え。さすれば敵は無謀の中ぞ。その程度である。これよりはこの名族
全本所が指揮を取る。皆私の元で大いに奮戦せよ。死ぬザコども。頂上のことなど知らぬ。どうか命だけは。お助け。最強の頂上など知らぬ。知っていてもそなたらに教えようものか。無用な血は流さずでもよい。奴らの居場所は早々見つかる。こんな奴、切ってどうなるか。よくぞ駆けつけてくれた。頼りにするぞ。報告、頂上の居場所が判明。馬車の準備をしています。それが最強。なんとしても奴を止めよ。のけ我らの邪魔をするのではない。思いは頂上に鉄槌を下すのみ。死ぬザコども。行け。くだらんあがきだ。よくやった。褒めて使わすぞ。お見事。ザコども見せつけてくれますな。真の三国武装だ。よくやった。褒めて使わすぞ。この都も神室の権勢もわしらのものぞ。よるでない。死者どもめ。官室を乱す者どもはついえた。これよりは諸侯を皆手を携え帝を支えようぞ。それこそが魔王が。貴様まだわからぬか。要は乱れたならばそれを治めるのは何じゃ。力じゃ。力で逆らう者をねじ伏せる。それが天下を治める道よ。なんと悪辣な。呂布よ、こやつは官室にとって獅子身中の虫。切るのじゃ。ほう、貴様呂布というのか。そのアホを捨てわしの養子にならぬか。貴様もわしと同じ側であろう。その力天下に示すがいい。呂布よ、何をしておる。さあ答えを聞かせよ。行くぞ。俺を楽しませろ。Ha ha ha!